ドドド。ごめんなさい。はい。まあじゃあ配信がどうかな。いいよ。まあ結構ずっしりしてますもんね。はい。はい。6650。はい。はい。お願いします。こんにちは。あ、6650ってことは。ああ、ちょっと立って話してください。はい。はい、お座りください。6650。はい、じゃあちょっと。あ、ちょっと見えてきたんですね。あ、でも痩せてる感じはそんなにしないんだけど。持った感じはそれなりに。はい、まるちゃん、まずこっち。顔こっち向こうか。顔こっち向こうか。はい、どうぞ。様子はどうです？言わないんですけど、そう変わりはない。ちょっとこう踏ん張りが弱くて。弱い。それはどういう時に？うんちする時とか？ちょっとフローリングなもんですから、滑っちゃうんですね。できるだけこう、手は軽いようにはしてるんですけど。そうね、なかなか腰弱い子はフローリングしんどいんだよね。なんかマットみたいなのがあると本当はいいんだけどね。どうぞどうぞどうぞ。どうぞどうぞ。はい、はい、ダンペン走ってるよ。滑らないときはこうしっかり歩いてるんですけど、滑るとこうちょっとパニックになってまた分かってんだ、何やってんだかなって。ごめんね。それはまあまあいいですね。戻るんだけどやっぱり普通じゃないわけなんで、そこら辺のところがちょっと思うように歩けないからパニックになっちゃうかな。ごめんね。よいしょ。よし。これが1分ね。はい。はい、まあ、じゃあ話していいよ。はい。はい、準備して。はい、お願いします。はい。ちっちゃくしとかな。ちょっと。はい、もうちょっとバック。はい。でもまあ食べる方はしっかり食べられてるんですよね。はい。でこの子はあれだね、スペクトラ、あのイタリアのマダニが1日まだ出してないですよね、私。はい。じゃあ今日出してきますので、はい、明日、明後日か。まあでも推定だけど16歳でしょ。はい。なかなか
まだまだ頑張りそうですね。腰の症状がね、ひどく出んようにね。はい、すいません、2週間分のツイートインタビュはい、じゃあつけていただきましょう。はい、お願いします。こっちだった。はい、はい。